こんにちは、りょうこばあばです。今回は千鳥格子の模様でリストを舞うね、片方ちょっと作ったんですけど、これでもう片方をね作ろうかなと思ってるんですよね。で、糸は前回ぷっくりお花のねスヌードを作ったんですけど、その残り糸がまだねたくさんあったので、その糸で使ってる作ったんですけど、ダイソーさんのアクリル 100% ですね、これのアイボリーとグレーでね、こんな感じで2色で片方だけちょっと作ってみました。で、出来上がりがですね、長さが14センチですね。で、指先の方の幅が、10センチぐらいかな。で、手首の方がそうですね、9センチぐらいですかね。で、今からねこれを編むんですけど、目数としては、鎖編みを39目ですね、39目こんな感じで編んでるんですけど、これを輪にして編んでいこうかなと思います。で、後ろの鎖編みの後ろの山ですね、後ろの山を拾ってね編んでいきます。で、最初長編みを目数の32目ですね、3目立ち上がって後ろの山をすくいながら長編みをしていきます。針は6号針ですね、かぎ針の6号針で編んでいます。こんな感じで長編みを1周していきます。32目長編みを編んできました。そしたら次の段ですね、次の段は鎖編み3目で立ち上がって、ここから3段ですね、2、3、4段までは長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みですね、かけて立ち上がった3目の隣ですねの長編みですね、長編みに針を入れて、ちょっと待ってくださいね、隣の長編みの目を、手前から後ろにやって、後ろから手前に針を出して長編みをします。次は後ろから表、表から後ろに針を出して長編みをします。次は手前から後ろ、後ろから手前に針を出して長編みをします。糸がちょっと割れて、こんな感じで交互に表引き上げ編みと裏引き上げ編みの長編みをしますね。まあ、この編み方がちょっと言うならゴム編みみたいになりますよね。こんな感じで表と裏の引き上げ編みですね、それを今から2段目だから3段4段まで編んできます。長編みも含めて4段編んできましたね。で、今からアイボリーの糸に変えて交互にね編んでいくんですよね。で、今からアイボリーの糸に糸変えをします。
ット回なのでちょっと外して、大ボディに糸回をしました。そしたら今から千鳥格子の模様を編んでいくんですよね。一段はこのアイボリーで編んで、一段おきにね編んでいきます。立ち上がって根元ですね、根元に細編みをします。で次は長編み、長編みを長編みの頭にしますね。次は細編み、次は長編み、長編みと細編みを交互に編んでいって千鳥格子にしますね。最初の段を今編んできました。最後長編みで終わりましたね。で最初の細編みのところに引き抜くんですけど、次の段はグレーなのでグレーに糸返しますね。たら今から次の段を編みますね。ここは最初細編みで編んだので、ここは長編み、細編みの上は長編みですね。から3目立ち上がりました。ただ隣の目が長編みなので、ここは細編みで、細編みだから長編み、交互に長編みのところには細編み、細編みのところには長編みをして編んでいきます。この編み方で、グレーが 1,2,3,4,5,6,7,8 段、最後8段ですね。だから、最後グレーが8段で、8段のところまで編んで終わりますね。今から8段まで編んできます。グレーの8段目最後ですね、編んできました。細編みで終わりました。そしたら3目、最初の編み出しは3目立ち上がってるんですよね。だから閉じるときは3目、1,2,3 目、隣が細編みの目ですから、その隣、その横ですね、横に針を入れて引き抜きますね。これでリストーマができました。だから最後針を入れてね、引き抜くときはどこかわからなくなるときがあるので、こう見てから ここが細編みでしたら、その隣ですね、鎖編み3目立ち上がったところの3目目に引き抜いて閉じてくださいね。どこでも一緒ですけどね、グレーのところは。こんな感じでリストーマができましたね。ちょっとつけてみましょうか。こんな感じですね。こう下の方にね、ハンドウォーマーじゃないので、指のね、指の穴は開けてないので、ただリストーマーで編んだので、こんな感じに仕上がりました。もうちょっと長くしてもいいんですけど、まあ私ではこのくらいかなと思って、長さはね14センチでしたかね、の長さにしましたね。だから自分のサイズにするときはこの鎖編みも、私は32目でしましたけど、まあね
多くしたり少なくしたり、偶数目だったらね、調節できるので、大きくするときは、まあ、34目6目ぐらいしてもいいですしね、まあ、少なくしてもいいですしね。こんな感じでリストを、まあ、を編んでみました。まあ、残り糸がね、ダイソーさんのアクリルの残り糸があったので、こんな感じで編むことができました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。